ブロントテリウム化は、新生代死神予前期から、全身予前期に生息した、哺乳類の絶滅した、分類群。哺乳後期、ヒズメメ。同じきヒズメ類である際に似た大型の草食獣、ブロントテリウムなどが属する。北、アメリカ、アジアなどで繁栄した。死神予前期の北、アメリカに出現した初期のグループは小型で比較的、軽快な体付きであり。 初期の馬鹿に似ていた。おそらくは、ヒラコテリウムなどに近縁な、最初期の馬鹿から分岐したと思われる。その後、いくつかのグループに分化、ベーリング立教を渡って、アジアに進出するなど、各地に放散していった。その過程で彼らの体は最を超えるサイズまで、大型化した。ブロントテリウムなどを含むいくつかの系統は、頭部に巨大な角を発達させた。 死神予行期には来たアメリカ及び東アジアで大繁栄。その一部はヨーロッパにも達した。確認されている族の数は40を超すと言われる。しかし全神予に至って、その勢力は急速に衰える。その要因は死神予と全神予の間に起きた気候変動により、植生が変化したためだと思われる。森林が減少し草原が広がった環境下において、 柔らかな水辺の植物や、木の葉などを食べていた彼らは草を食べることができなかった。環境の変化についていくことのできなかった彼らは、全身予初期にはすべて絶滅してしまった。エオテタノプスなどの初期のグループは、同時期の馬鹿にやや似て、小型で比較的細身であった。大きさは大型犬ほどである。しかし、後期の属では肩高2メートルを超すものも出現した。 これらは頭部に角を持つなど後の際にも似た姿となった。後期の属は頭部に角を持つものが少なくない。これは同じキヒズメ類であるサイとは違い、個室のものである。おそらく表面を皮膚が覆ったキリンなどと同様のおし高温であったと思われる。これを構成する骨はブロントテリウムなど北アメリカのものでは、前頭骨、エンボロテリウムなどアジアのものでは、 微骨となっている。つまり、これらの角は、双方で独自に獲得したものであったと思われる。彼らはこの角を使い、儀礼的闘争を行ったとされる。こうしたグループは、全体的に顔面が短縮する傾向があった。眼下は、角のすぐ後ろにまで前進しているものも、少なくない。しかしながら、これは、脳の容積の増大に寄与するものではなかった。彼らの脳は、 大型種であっても小さいままだった。歯列は後期に至っても小球種は小さいままであった。しかし大球種は大きく発達し、小球種より前の歯列は消失していった。その大球種は高さの低いブロノホドントと呼ばれる一つの葉に正常部と球上部がほぼ半分ずつ存在する形であり、比較的柔らかい植物を食べることに適応していた。 しかし、全身余に広がった硬い草などには適応しておらず、それが彼らの種の寿命を縮める要因ともなった。初期グループの獅子は、走行に適した形状であった。しかし、大型化が進むにつれ太く頑丈になり、上腕骨及び大腿骨の比率が大きくなった。脚部には前足に四つ、後ろ足には三つのひずめを持っていた。これは、蚊全体を通じて変化はなく、 指の減少などは見られない。ブロントテリウム化の分類法には、新旧二つがある。一つは43の族と八つの亜族を含む、1920年代以前の伝統的な方法。もう一つは2005年の最近の研究報告に基づくものである。旧分類において、ブロントテリウム化に分類されていたランドテリウム及び、ゼニコヒップスは、 新聞類ではこのトガから除外されている。ただし、ランドテリウムは、ブロントテリウム化の禁煙種ともと言われている。一方、ゼニコヒップスは、馬かの初期のメンバーであるとされた。以下、新聞類を示す。ありがとうございます。